作業員が休むことなく常に作業している会社は非常に非効率って強烈なセリフだと思いません？実は僕も前職で面白いことあったんですけど、会社として売り上げが達成してるのに生産の売り上げが達成しちゃうんですよ。会社を貧乏にするサプライチェーン6つの罠という、まあこんなのがあるんだっていうのを皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、ゴールって本で多くの方々が一番不思議で読んでもわからないようなコメントがあるんです。これが何なのかちょっと見ていただきたいと思うんですけど、ゴールアニメーションからご紹介します。面白いことを教えてあげよう。作業員が休むことなく常に作業している工場は非常に非効率なんだ。ね。作業員が休むことなく常に作業している会社は非常に非効率って強烈なセリフだと思いません？何って思わない？そっからこの分厚い本の中で、って考えてんだけど、ずーっと答えなかなか出てこないんですよね。っていうので、さあ、これがどういうのかって言いたいと思うんですけど、よく考えてみたら、お金を払ってるから働かせようって言ってるわけですね。で、稼働率上げて一生懸命働かせようって言ってるんだけど、今いらないもの作ったらどうですか？こうやってやっていくと、ね、みんなせっかく稼働したけど、なるべく稼働させたいと。でね、設備消費しないとコストがあると。で、ブラブラしてるわけないと。少しでも生産がいけないって、こういうプレッシャーない？そうさ、今いらないけど、いつかは使われるからって言って。じゃあ今、稼働は上げとかなくちゃいけないからって、パン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 ってものができていくわけです。どうこれ？これさ、この人の給料のはるかに金額でかいですよ、これ。どうこれ？で、今いらないの。これ、自分の給料の原資だとしたらどう？これ、会社を良くしようと思ってるのが、会社を貧乏にしない。自分の給与の原資が、実は、ここに埋めらせてて、自分の給与の原資を減らしてるってのは、どう？そこに繋がりが見えないんですよね。原価低減っていう言葉を使うんですけれども、ね、よく考えたら、工場ってね、一銭一円の血の滲むような原価低減と活動してるんじゃないですか？これは常識的なことだと思うんですよ。さて、じゃあ、この小売店の店舗はどうでしょう？1円とか2円とか値段下げてインパクトある？ないんですよ。だいたい2割3割のディスカウントは当たり前。これさ、10万円の商品だとすると、どうこれ？2、3万ディスカウントされてて、こちらは1円1銭っていう。実はこれね、ディスカウントされるのはなぜ？売れて取らないもの、売れてしょうがないものはディスカウントされない。余ってる分。だから、稼働率上げて余ってるものがディスカウントされる。どう？これ見ると、実は、こんなに血の滲む努力しながら、店頭でこうなってるってことになるわけですよ。理不尽だとは思いませんが。原価低減では代表を過剰に作れば、すべての努力は水の泡どころか、会社の利益を劇的に減らしてしまうということになっている。ゴールドラット博士が、トヨタ生産福祉の著者、大野泰史さんの偉業について語っているビデオがありますので、見ていただきたいと思います。What or no?Ono-san have done in manufacturing was to challenge the most fundamental assumptions in manufacturing. For example, we all believed that if we have already a machine, expensive machine, and we have a worker,that we are paying his salary. Then, if the worker stands near the machine and does nothing, this is a waste. We all believed in it. We took it for granted. We didn't even thought a second time about it. Why? Because we are not at the level of Taiichi Ono.He did thought about it, and he said, if whatever we need from this worker is not needed now, it's by far better that the worker will stand near this machine doing nothing. By far better than produce ahead of time. This is the heart of Toyota production system. Do not...produce ahead of time, because production ahead of time will cause bad, slow flow. And flow is the key. ねえ、流れがキーで、仕掛かりの対流はお金の対流だと。どう？お金が対流してんの。で、会社を貧乏にしてしまうということなんだと。だから、本当に今いらないものを作ってるってことは、お金の対流を生んでて、会社をどんどん貧乏にしてるだってことを認識しなきゃいけない。これが、大野太一さんが考えたことだったんですね。これ、ある現場なんです。アパレルの現場なんですけど、これ、こういう風にやってる。この人の効率はいいんです。個々の効率はいいんだけど、実はこれ、ドットで動かしてる。どうですか？作業安定するとか思ってるんだけど、実はこの間に対流が生んでるんです。こういう状況をどうすればいいかって言ったら、当然ですけど、こう、リードタイム長かったんですね。じゃあ、それをって言って、クイックレスポンスを実現のために、市場の状況、アパレルの場合はファッション、流行、ファッション、流行ですからね。に、クイックにレスポンスするために、実はこれをリードタイム短くするのは大事だってことなわけですね。で、それぞれにもうやることを決めてもらって流れるっていうふうにしました。もう当たり前で流れ作業って言われるものですね。これをやってみました。いきなり仕掛かり品が減って、工場の作業スペースも3分の1に減るということもして、在庫もほぼなしという状況になりました。じゃあ、この工場って、工場の生産を悪くしてやろうとか、無駄な在庫を作ってやろうと思ってたと思います？そんなことないよね。何が間違ってるかということなんです。これでね、実は加工についての、ジーンズ、今のジーンズですよね。あれさ、25日かかってるって言うけど、25日でジーンズ作るってどうやって作るの？こうやって。こうやって縫うのにね。チキッ。チキッ。チキッってやって、ゆっくりやったら25日かける。無理でしょね、ほんで、ずっと抜けるんですよ。実は加工で売ってるじゃないんですよ。待ってる時間ばっかりなんですよ。だから待ってる時間を減らしたんだってどう？実は生産活動っていうのがあるんですけども、生産の現場の活動の中でね、いろんなことをやってるんだけど、それが結果的にリードタイムを長くするってことになってないかと。例えばです。生産効率改善のためにですね、まとめて週とか、ね、月とか計画すると。そうすると、まとめて生産して効率上げようとしてるから、その分だけリードタイムは長くなる。そうすると市場へのレスポンスは長くなる。その分だけ在庫は増える。その分だけ過剰在庫と欠品のチャンスが増えてしまうと。で、設備稼働改善のためにね、段取り替えの手間削減をしなくちゃいけないからって言って、まとめて作るとどうなります？またこれも在庫も増える。で、さらに、納期順守率の改善のために、納期を守るために早めに投入するってのはどうした納期を守るために早めに投入したらいいだろうって言うんだけど、実はさ、4週間前に投入すると4週間分のものが工場に溢れるんですよ。8週間前に投入したら8週間分ですよ。2週間前に投入したら2週間しかない。その分だけ待ち時間なくなるんじゃない？加工時間はほんのちょっとなんです。待ち時間減らせばいいと。ね。さらに生産目標の達成のためにどう？今いらないもの作ってるってどう？実は僕も前職で面白いことあったんですけど、会社として売り上げが達成してるのに生産の売り上げが達成しちゃうんですよ。不思議なんだけど、今いらないもの作ったら生産達成とか言って喜んでるという。今となっては反省してます。本当に申し訳ない。今いらないものを作って会社を貧乏してましたと。まあ我々ね、もともと実務者だから、どうも懺悔系ってよく言われるんですけどね、よく懺悔してます。さて、コストダウンのためにどうする？ね。予測でまとめて購入するとすると。これがいらなくなっちゃったりするんですよ。あれ、大きなダメージになってね。後でね。ちょっとそれをライトオフするってこともしちゃうんですけども、もうちょっとこれも痛いっすよね。さらにアウトソースして、実はこれ、リードタイム短くして海外で作ると4週間、海外で作って国内ではね、その場で1週間でできるものを海外に出したら4週間かかって、4週間分の在庫増えるとどうですかこれ。この6つの落とし穴、これチェックしていただいて、結構つくようだったらぜひ相談していただきたいと。ゴールダットのね、ラット君のお悩み解消コミュニケーションに、これやばいなと思ったら連絡していただければご相談に乗りますので、はい。よくあると思っているのが会社が落とし穴になりますということですね。この本、結構いい本なんですけども、この本ですね、実は納期にゆとりがある方が納期は守れるとかね、これ間違ってます。お客さんコストダウンもこれ間違ってます。大量生産すれば安くなる。これも間違ってます。お客様に近いほど市場が見える。これも間違ってます。市場、効率を上げれば利益が増える。これも間違ってます。コストダウンをすれば利益が増える。これも間違ってます。早く作り上げれば早く物ができる。これも間違ってます。他流購入率が安くなる。これも間違ってます。全員が一生懸命当たるから効率が上がる。これも全部間違ってます。どうですかこれ。それはね、一見合ってるようで、でっかい落とし穴があると。いうことをきちっと説明した本ですので、皆さんよかったら読んでいただければと思います。生産効率でまとめて作るとか、まとめて発注したり、まとめて受注したりするとどうなるかっていうと、生産に大きな山がある。どうですか極端なピークがある。嬉しいうわーっと注文が来て、微行だーって言うんだけど、それはずっと注文来ない。そうするとさ、海外だとレイオフするわけですよ。また採用しなくちゃいけない。そうするとまた従業員の訓練から始まる。どうですかこれ。こんな乱高下でいい品質のものが作れますかね、期末になったら、わーいとか言ってね、急に空が欲しいとかね、いう奴はいないと思うんですね、本当はね。バーゲンわざわざ人為的に作るから、そうなってるんだ、ということじゃないかなと。だって、ね、工場生の気持ちになってください。極端なピークがあるのと平準化した工場はどちらがいいんでしょうか。実はこれで、売りはね、割と平準化してるんですよ。これと同じように作れればいいんじゃないのと。売りに連動して作ればいい。それだけのことじゃないでしょうか、ということですね。はい。実はね、この詳細については、ベストオブベストの事例と知見が詰まったご覧チャンネル見てください。これね、見て。これ、林ナンパチだのね。あと、WW の編集長の村上さんとか、あと、ノウハウも限りを尽くして説明してるコンファレンス。2時間23分の内容についてだけど、もう一切隠さず、ノウハウを公開してます。このコンテンツ見られると。これが、1100円だって。なんという安さだという。いいのかよってよく言われるんですけど、パブリックドメインにしてみんなに使ってもらいたいと思ってやってます。で、こういったところで事例を出している人たちがお互いにコミュニケーションして、あ、そういう問題、うちもあったよって言って、お互いに皆が勇気をもらい合うというふうな議論もしてますので、ぜひ、ここにご入会いただければと思います。さて、まとめてやった方が効率がいいという思い込みが在庫、お金の大量を引き起こすんだと。部分最適の効率改善は会社を貧乏にしているんだと。全体体制考えないと。お客さんがお買い上げいただいたところが初めてお金が入ってくるんだと思って、それに連動して生産していくことが大事なんじゃないのか。そしてサプライチェーンもサプライヤーさんともウィンウィンにやっていく全体最適のサプライチェーンを作ることがやっぱ極めて重要だと言えないでしょうか。はい。金主やりましたでしょうか。月曜日が楽しみな会社にしましょう。ありがとうございます。原価税率を大業を過剰に作れば、全ての努力は水の泡どころか、会社の利益を劇的に減らしてしまうということになった。流れがキーで、仕掛かりの対流はお金の対流だと、どう？お金が対流してるの。加工で売ってるじゃないんですよ。待ってる時間ばっかりなんですよ。だから待ってる時間を減らしたんだって。実はこれで売りはね、割と平準化してるんですよ。これと同じように作れればいいんじゃないのと。売りに連動して作ればいい。